皆さんこんばんは、ファンタスティックスのエグザイルトライブの堀夏樹と佐藤大樹と中島壮太です。さてこの番組は CBC 創立70周年のメッセージ、未来にワクワクを込めたイメージソングバインディングロード未来へを歌う僕たちファンタスティックスのエグザイルトライブがリスナーのみんなにワクワクを届けることをテーマにお送りしていきます。はい、今回も新型コロナウイルス対策として僕らの目の前にはアクリル板が設置されています。はい、またスタジオ入室時の検温、手先の消毒も行っています。皆さんも手洗いはとても大事ですので必ず行ってくださいということで、今日はこの3人でお届けしたいと思います。お願いします。お願いします。よっしゃ、じゃあまず最初にショートメール読みたいと思います。お願いします。ワクワクネームルーさん、兵庫県女性の方です。はい、堀さんの小話に送ります。どんなモノマネが得意ですか？え、急に。はあはあ、まあ何でもできますよ。おお、すごいすごい。そんなキャラでしたっけ？はい、なんか言ってもらったら全然。そういうこと。はい、なかなか仕掛けてるぞこれ。何でもいけます。どうしようかな。まあでも出てこないから、まあ出てこないから、大丈夫です。何かやりましょう。モノマネ。ないの、そうちゃん、なんかお題。一番癖強かった先生のモノマネ。いや誰がわかんねえかな。じゃあ、一番癖強かった先生。はい、ね、まあ名古屋ですけど、うん、まあね、わかる人もいるかもしれないですけど、俺の中の一番癖強かった先生は叫びながら、あの配膳台の机を蹴って壁を壊す人なの。やばいな。できません。いかしい。できませんでした。できませんでした。ついな。できませんでした。すいません。そんな感じでモノマネ得意でやってます。どこがだよ。1個も出してない。さあそれではソーストックとファンタスティックス、まずはこのナンバーをお聴きください。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブで Keep on moving。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブがお送りしています。ソーストックとファンタスティックス、改めましてこんばんは、ファンタスティックソロのエグザイルトライブの堀夏樹と佐藤大樹と中島壮太です。はい、ということで早速皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。はい、ですね、若くネームあいゆさん、あいゆさん、岐阜県女性の方です。はい、私は小学校1年生の時の担任の先生から救急車が通ったら両手の親指を隠して逃げないといけないよと言い伝えを聞いてからですね、はい、聞いてから今ではこうすることが癖になってしまいました。なので授業中も周りを気にして握っています。皆さん小さい頃からある変わった癖はありますか？うわ、それもなんで言われたんですか ね。でもなんかありません、これ。俺も聞いたことある。嘘でしょ。親指を隠して握る、こうやって、はいはい、親指を握る、両手親指を握る、それどういう効果があるんですか？何も、いやなんだっけ、なんかね、でも聞いたことあるんだよね。ありますよね。名古屋の皆さんあるんだ。へえ。雷鳴ったらおへそ隠さなきゃいけないみたいなことかな。そういうこと。多分そういうことですね。はいはい、そうなんかね、なんだったかな、んか親を指を隠すことなんか親の不幸がどうたらみたいな。ああ。なんかそんな系だった気がするんだ。なるほどね。変わった、地元ならではの変わった。小さい頃から自分の中でもいいですね。ま、守っていることとか癖とか。なるほど。うん。なんかありますかね。なんだろうな。自己紹介するときに語尾を伸ばすかも。佐藤大樹ですって言ったら、よろしくお願いします。サマーウォーズか。ありがとうございます。それこれは分からんわ。これ夜中見てて、すごい見て、ごめんね、ちょっと分かりづらい。サマーウォーズこういう感じなんですよ。そのどっかのボケするからサマーウォーズって言ってねっていう、そのドキドキ言うな言うな、恥ずかしい、この裏で言ってたことどこだろうと思って、ポーかなと思って。違いますね。これは事前がないと分かんなかったよね。あのあれですよね、キーをパンって押すとこっすよね、最後に。ちょっと何言ってるか。ずるい。何言ってるか。よろしくお願いします。トーンでください。そうです。ブンのアップの人です。そうです。ブンの。もうないな僕。いや、はい、ないはダメです。僕あれペットボトルしっかり閉めないといけないです。誰でもそうだ。なんだそれ。あのちょっとあやふやに閉めてる、ちょっと空いてる人無理なんですよ。ゆうせいくんとかもほぼ1グルしかしないんですよ。1グル、1グルでもうまだもうすぐ空きますよ。まだ、じゃあ無理だね。はいはいはい、あれダメです、ね、あれダメ。そうなんだ。へえ。なんだろうな。なんか行ってきますとかは言いますけどね。一人でも。はい、へー、マジで、はい、あとただいまっていうのは絶対留守でも言ってみたいな教えは。怖っ。ただいまはありますよね、全員じゃないですか。いやいや、ないないない。なんか留守でも後ろについてきてる人がいたら、ただいまって言ったら家の中に誰かいるって思わせて入ってこないようにするために
いなくてもただいまって賢っってお母さんからはそう言われて、ね、でも、まあ、絶対にお母さんは家にいるんですけど、あそうなんだ、習慣づいてましたね。へえ、面白いね。そうそう、なるほどね、なるほどね、はい、じゃあ次僕行きましょうかね、はい、ワクワクネーム、レモンさんですね、うん、青森県青森県女性ですね、はい、この前授業中に明らかにおならの匂いがしてめちゃくちゃ臭かったんですが、うん、その何日後かにまた同じ席でおならの匂いがして地獄でした。しかも2回目は窓が開いていなかったのでこもりまくりでした、うん、ファンタスティックスの皆さんは授業中におならの匂いがした経験がありますか。そのレモンの匂いでなんか消せなかったいやワクワクネームがレモンなだけで自分からレモンの匂いしてないのこの人。柑橘系柑橘系の人じゃないから。違うんですか、うん、違うんだ。こんなの誰でもあるでしょ。あるんじゃないですか。ねえ、学生時代、うん、僕一つめちゃくちゃ面白いのありますよ。何、まあ、昔あのゆうせいくんと一緒に住んでた部屋は、ね、またいつか、うん、あるんですけど、うん、二段ベッドだったわけですよ、うん、で僕が上でゆうせいくんが下だったんですけど、うん、ゆうせいくんその時期なんだろう、ずっとご飯食べず、あのご飯を食べずにお肉ばっか食べてたんですよ、うん、タンパク質取らずに、ね、炭水化物を抜いたって、うんうん、あそうです、そっちです、はい、で、まあ、おならってそれめちゃくちゃ臭くなるんですよ、うん、で僕が上で寝てたらなんかもう夢がめっちゃ臭くて、うん、でうわーってなって起きたら何何って思ってゆうせいくんがおならしてて、あもうお肉は臭いですよやめてくださいって言ってて、それが何回かあったんですよ。でもなんかある一定のことが起こってから匂ってるなっていうのは気づいて、うん、なんかうわーって言ってから匂うんすよ。どういう何何何と思って一回起きてて見てたんですよ、うん、じゃあ空気清浄機が赤に光ってうわーって言ってから上に来るんですよ絶対。めっちゃおもろいだ。だからゆうせいくんがして反応したんだ。まだすぐには来ないんですよ上なんで、うん、でもなんか空気清浄機が赤にしてもうピカ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 してやばいと、もう強力モードPM2.5 とかね反応するよねたまに。強力モードのボーンになった瞬間に来る来るって思ってクサッってなってっていうのはあのおならの匂いではありましたね。面白いね。面白い。ゆうせいっぽいわ。なんか絶対無意識だもんね。もう本当に臭いんですよやっぱ、うんうん、タンパク質だけだとやばいらしい、ね、だから出てやって帰ってきてくださいとか言うんですけど全然そのままやって僕が窓開けに行ってやってみたいな。ゆうせいっぽいわ。めちゃくちゃ面白い。だから2人ではその話めっちゃ笑いながらずっと喋ってるんですけど、なんかいいですねおなら話。はい、はい、じゃあソータ分かりました。ソータのなんか独壇場になってるね今日。いいね。おっしゃ、いいよ、乗っ取りますよ。いいよ。ワクワクネームソータの髪の毛さんからですね、うん、本当に本当ですよ。乗っ取りすぎじゃない。マジか、はい、うん、15歳の女ですね。女言うなお前ジローラモさんかお前女性の方ですね、うん、皆さんこんばんは。私は中学3年生。こんばんは。違う、サマーオースか。ごめんごめん、何してるんですか。ちょっとでも爪痕残そうと恥ずかしい。そんな番組じゃないいいですね。中学3年生で高校受験がもうすぐあるのでファンタのみんなに頑張れって言ってほしいです。サマーウォーズか。あ、違う。本当なんですよ。ごめんなさい。すごいな。頑張れって言ってるんですけど、うんうんうん。で、面接もあるので、面接のコツ、思い出など聞かせてほしいです。え？まあでもね、受験なんで、ソータの髪の毛さん、頑張ってください。片付けんな。片付けるなよ。面接もありますか、うんうん、僕、面接やったことないんですよ。おい、帰った方がいいぞ、そんなやつは。いや、でも、オーディションもありますけど。そうだよね。面接って、うん、ってなんですか。でもさ一緒みたいなもんじゃん、うん、あの時ソータはなんて言ってたっけ。あの西日本一のポジティブ。そうそういうことなのよ。インパクトなんだよ。だって1日に何万人も見るわけでしょ、はいはいはい、多い時やっぱインパクト与えていかない、うん、なるほど。僕らが面接なんか落ちたことないですから、バイト全部一発もう明日から来れるレベルですよ。どうしたらそんなことになるんですか。もうゴマすって媚び売るんだよ15歳にはまだ早い。はい、そっかでも僕面接とかめっちゃしたかったんですよ。大好きなんですよああいうの。へ、得意そうだね。もうあとバイトは一番したかったんですけど、まあもうやっぱり入った瞬間の笑顔じゃないですか。そっか、そうだよね。お願いします、うん、そういうことちょっと息切れ犬ね、息はあります、はい。でもなっちゃんバイトしてたじゃん。知ってました。面接とかあったの。面接ありましたよ。おお、何を聞かれたの面接で。何聞かれたかな。いつ入れるとか、趣味は何とか、そっかそっか、そういうのか。どっから聞いたのとか、この店知ったのとか。普段は何してるの。高校そナンパみたいな口説かれ、あの僕高校入るときは、うん、
もうちゃんとあの受験してるんで、うん、何校も面接やりました。おお、はい、あの集団面接5人ずつくらいで。おお、そっか、面接あるわ受験とかでも、はいはい、そうでしょ。あ、そうだ、僕ありましたね。それのこと言ってんじゃないの。そうだよ、そっか、高校受験か。そうそうそう、そうそれはでも緊張しますよね、やっぱ。みんな横に並んで、はいはい、そのなんか一人ずつ名前言って、でなんか決まりがあるんですよね、椅子の横に立ってあるね、うん、ここのタイミングで座ってみたいな、はい、ああいうのはまあやったか、人並みにはやりますよね。あ、あと僕それ1個あります、うん、5人とかでやるじゃないですか、集団面接で自由に答えてくださいじゃないですか、うん、大体僕全部一発目に答えてました。あ、大事。多分一番最初に答えてました多分。てかそもそも集団面接その人が基準になるからね、うん、最初に答えた人の、はい、大輝くんもそうじゃないですか、うん、多分イメージ先に答えるタイプ、うん、それ大事なんじゃないですか。あ、なるほどね、頭の回転早いんだなって思わせるように。あ、いい男ですよね。はいはいはい、なるほど、頑張ってください、はい、まあ、でも笑顔も大事ですね。あ、大事、うん、第一印象。じゃあ笑顔とその誰よりも早く答えること、はい、OK です。姿勢ですね、はい、大きな。じゃあ続いて、はい、おかくネーム亀美優さん。お、はい、大阪、あ、大阪府、大阪府そんな難しくないですよ。大阪府の方です、はい、はい、私は最近プチイラッとすることがあります。お、本当に小さい話なんですけども、ワイヤレスイヤホンの、うんうん、こう、あ、マスクで引っかかって落ちると。ああ、あと髪の毛とスヌードに引っかかるストラップ、うんうん、めちゃくちゃ便利なんですけど、いつかなくしそうでハラハラします。うん、皆さん最近のプチいらないですか。出す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 、あるわ最近のプチいら。何ですか、何ですか。あのメンバーの木村圭人とか、はい、やっぱりこんだけやっぱ日本で今興行1位の映画あるじゃないですか、うん、はいはいはい、それを見に行かないのはまずいなと思って、はい、僕アニメ全部見てないんですけど連れてってもらったんですよ、うん、この間2人で、はい、で隣に座って、うん、あいつ3回目なんですよ見るの、はい、無限列車ね、はいはいはい、あのでもう同じとこで泣きますよって言われてたのいつも、はい、僕はいやいや3回目だから泣かないでしょと思ってパッて見たらもうジュルジュルの涙がなんかすすり泣くもう超えてる、もうね滝のように泣いてんのよ。あ、あの人気が散るのよ。それは間違いないですよ。俺は初見だからちゃんとじっくり見たいのに、あいつはもうオチ知ってんのに泣くのよ、うん、来ますよ来ますよとか言ってくるんですよ。言うなしみたいな。言いそう。もうねプチどころじゃないね、結構イラッとしてね。あ、よくないですね、うん、よくないよね。初見の人の横で来ますよ来ますよ一番ダメですないよ、ね、絶対ダメなんだから。ほんと最近ですねイラッとしました。あります、堀さん。プチイラ、プチイラか、そうっすね、なんだろう、あります。そうだ、いや本当僕そこまでないんですよねプチイラが。プチイラ、まあ、あんまイラッとしなさそうだよね。いやほん一切ないんですけど、うん、まあ、突っ込むぐらいですね、イラッとしてるというか。そのおかしなことがあったらな、いや、ね、それはないでしょみたいな。けどあとあのピアス最近、うん、してるじゃないですか、多分堀さんと同じ、うん、あと大輝くんにももらったやつですね、はいはいはい、うん、あれがマスクに引っかかる。ああ、引っかかるよね。引っかかって取れないんですよね、なんかこう。めっちゃわかるわ。なんかずっと円の状態でくるくるしてわかる、あれだけですね、イラッとするの。この人なんかイヤホンがどうのこうのとか言ってたよね。はい、イヤホンとか似てるかもしれない。そうですね、マスクで引っかかるってやつ、うん、マスク系ね、 あるよね。先にイヤホンするか先にマスクするか、あのワイヤレスじゃない場合、繋がってる時はそれはありますね。確かに分かるな。毎度毎度ありましたね、それは。なるほど、うん、ですかね、うん、はい、分かりました、ね、はい、という感じでですね、そろそろお時間なので、え、そして今夜はこのコーナーやってみましょう。私のソーストックとフォー丸々よっ。こちらはテーマに沿ったリスナーの皆さんのワクワクエピソードを紹介していくコーナーです。今回のテーマはソーストックとフォーファンタスティックスで今後やってほしいことです。おー、はい、ということでみんなの手元にありますので行ってきますか。はい、はい、ワクワクネーム節子さん、愛知県女性の方です。ラジオでやってほしいのですが、ズバリギネスに挑戦。ギネスまで行かなくても番組時間内で何か記録に挑戦してほしいです。なるほどね。はい、リュウトさんがけん玉ギネスに挑戦してましたが、みんなと気持ちが一つになるし、何でも一生懸命やるのってワクワクしませんかとのことです。ラジオでけん玉、ラジオだぞ。音でスポッっていうのそれを待ってるってことですか、ずっとリスナーさんは、うん、ラジオでできるギネスって何よ。むずくない。だから何個あが言えるかってことですね。誰かもしれんだよそんなラジオ。最初のあの僕の番組と、あと感染予防のくだりどんだけ早く言えるか
毎回一人しかやってないんですよ。挑戦する。あれ早いよ。向上にする。ライバル少ないよね。一、はい、回言ったら全然言えなかったですもんあれ。難しいんだよね。噛んじゃったからさ。ギネスか。まあ、面白いっちゃ面白いですけどね。そうだね。なんか耳だけで分かるような楽しみ。なんかあればね。そうだね。まあ分かりやすいところで言うと最長のラジオだよね。多分24時間やってるアーティストいるんですけど、ラジオ、それ以上あんま聞いたことないから、ラジオでそういう記録があれば知りたいですよね。確かに。なるほど、ずっとね、時間的に喋りながらの、はい、だそうです。わかりました。続いて僕いきます。はい、ワクワクネーム、ともみんみんゼミですね。ああ、思んないですね。いや、言い過ぎ、言い過ぎてる。思んないです。言い過ぎてる。私がファンタの皆さんにラジオでやってほしいことは、地元あるあるについて話す企画です。あ、以前から、各地メンバーの地元の話を私が聞いて、そういうのあったのとか、メンバーが逆に知らないのなどとすごく楽しそうに話されていて、私も共感できて面白かったです、うん、なるほど。例えばうるさいな消毒すなよ今ピカジル出ないんですねこれ例えば人見知りあるある、潔癖症あるあるなど、さまざまなあるあるについて話す企画なんてどうですか。なんか確かに、でも潔癖症あるあるあるやめろ恥ずかしい裏返っちゃったけどあるあるはありますね。面白そう、うん、おあるあるか、あります。地元あるこんなシーンってなったらもうあるあるではないんですよ。地元あるあるか、まあ埼玉とかどうだろう、結構ねやっぱ田舎だからちょっとヤンキーが多いから、あ、まあ、中2以降、自転車のケツ上げがちっていうのがね、 あとキティちゃんのサンダル履きがち、風磨のジャージ履きがち、うん、絶対そう、中2以降かな、うん、大阪は結構ねピチティに蛍光靴の野球部が多いですね、うん、何それ。いや全くですか、知らないですか。なんかそういうやついるよね。でもなんか高校くらいになると上は白シャツ、白 T シャツ、下だけもピッチピチのデニム、何それに蛍光のナイキだったりとか靴です。へえ、もうで普通にいるっていう、すごい。それが8対7です8対全く同じ。だからもう野球部の集まりなんですけど、オフの日に遊びに行くと思うともうみんなそれなんです。すげえ白手に出るの。あ、多分大阪だけじゃない説もありますよね。僕の地元っていうか名古屋でもそうだったんですよ、うん、で東京出てきて、あの、うん、ウルトラってあるじゃないですか、音楽フェス、うんうんうん、でっかいやつ、うん、ウルトラね、はい、かわいい、ウルトラってかわいい、ウルトラウルトラに行くじゃないですか、行くっていうか、あのなんかね出たことあって、はい、で行ったらそんなやつしかいないですね。あれ、そうなんや、みんなピッコピカに蛍光のスニーカーで、そうなの、初めて野球部以外で見たいならそこ行った方がいい。見たくはないよ別に。いいんですよそのピッチング。あるあるかもしれないですね。はい、そうなんだ。じゃあ僕行ってもいいですか。はい、どうぞ。ワクワクネーム魔王夏さん、18歳の方ですね。2021年ファンタの皆さんにやってほしいことは、男気のあるようなことをやってほしいです。うん、特に内容はありませんが、とにかく男気のある感じの何かをやってほしいです。弱いて。なんだそれ。弱いて。どういうこと？男気のあること？だラジオだと、うん、ちょっと俺読んでいいですか？っていうことですか。ちょ、もう一枚俺読んでいいですか？男気ではないだろ別に。ってことじゃないですか男気。でも何かしらずっと男気見せないと、だから弱気とか、うん、あの喋り出しが被っちゃって、あいいよっていうのもダメってことじゃないですか。ずっと男気で俺その回。そういうことか。あー。なるほどね。超えとんで、超えとんでも、うん、でちょっとなんかあんま内容ない状態で送ってこられてもいいですね。そうだね、丸投げだね、うん、男気ないなこの人ないな。へえ。でもまあ面白いかもしんないですけどね、しんないですけどね。そういうことかな、はい、そういうテンションでやってほしいみたいなことか、やってみろって話ですよ。あ男気だな。やったろかこれ、ね、ごめんな俺今日ラジオあの頭5分遅れたけど、歩道橋でばあちゃん助けててさ、マジ申し訳ねえ。かっこいいけど男気や、ね、まあ、ラジオかばあちゃんって言ったらばあちゃん撮ってた。マジごめんね。かっこいいけど男気ではないじゃないか、うん、難しいです、人情的なことです、ね、それ難しいな、男気意外と難しいな、うん、まあ、はい、まあ、やりますやります、じゃあやります、じゃあ OK でーす。はい、じゃあそろそろお時間ということでですね、次回のテーマが卒業です。卒業について募集してます、うん、もう春になるんでそんな季節か、はい、もちろん普通のお便り、普通お便り、番組の相談、うん、番組の感想、相談、雑談、何でも送ってきてください。宛先は CBC ラジオソースドックフォーファンタスティックスの番組ページから送れますので送ってください、はい、お願いします。そしてここからはこのコーナーです、ソースドックフォー3円ネオフェニックス、イエーイイエーイイエーイ、人気コーナー
愛知県豊橋市を本拠地として V リーグに所属するプロバスケットボールチーム3位ネオフェニックス、その応援アンバサダーに僕堀夏樹が就任しました。そこでリスナーの皆さんから3位ネオフェニックスのワクワクポイントを募集してご紹介していくコーナーです。今回もネオフェニックス大好きのCBC ラジオスタッフから情報が来てますので紹介していきたいと思います。マジスポーツ命、熱い男気実はなんと3円にも武者修行制度があるそうです。マジで、はい、背番号10番センターの山本選手がですね、はい、金沢サムライズへ期間限定期限付き移籍中なんですね。和歌山県出身の選手なんですけども、はい、東海大学出身で2m4cm106kg でかい、はい、で2019年特定して特別指定選手として現役の大学生のまま3位に入ったんですけども、すごいな、恵まれた体格で、まあ、日本代表のキャンプにもよく招集されたりしてたみたいですね。すごいじゃない、素敵、はいはい、で、まあ、そこにだから武者修行に行ってるみたいなことですよね。今のすごいじゃないは男気ないですよね。すごいじゃない、終わってんだよそのマジでテーマは。すごいじゃない武者修行制度、はいはい、いいね、うん、確かに。でですね、金沢サムライズは今シーズンの序盤新型コロナの影響で、うん、3円の外国人選手が不在の時に自分たちのチームの外国人選手を移籍させてくれたんですね。うん、なんか助け合いみたいなこともあるんですね。いいね、うん、なんかすごいです、あちい、そういうあちいことやってます。いいね、いやセンスもありつつやっぱ努力も大事っていうね。当たり障りないな。なんだそのコメント。そうね、うん、そうね。まあそうね、そうだね、本当。そうだね、行きましょうか、行きましょうか、はいはい、ってな感じでこのコーナーでは3円のフェニックスの応援アンバサダーとしてなんか締まり悪いな。え、まあまあまあ、これからも3円の、いろんな情報を発信していきますのでお楽しみにしていてください。はい、それではここで1曲お届けします。3円のフェニックスの今シーズンのオフィシャルソングにもなっているナンバーです。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブでワインディングロード未来へ。お届けした曲はファンタスティックスフロムエグザイルトライブでワインディングロード未来へでした。ファンタスティックスのメグザイルトライブがお送りしてきました。ソーストックとフォーファンタスティックス、エンディングの時間です。まずはファンタスティックスのメグザイルトライブのお知らせです。ファンタスティックスの初冠番組ファンファンファンタスティックスが現在放送中です。そっか。はい。はい。お芝居ありトークありの、まあ、いろんなことに挑戦したりといろいろやってますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。詳しくはファンタスティックスのメグザイルトライブのホームページをチェックしてください。ということであっという間の30分でした。早い、あっという間でしたね。はい、いやすごかった。そうだ、もう喋れてない。どこがだよ。喋ってた、えすっごい喋ってた。え絶好調。本当ですか。うん、でもこのお二人だと安心してボケれるんですよね。そうだね、確かに。もう全然この3人多くないですか。はい、安定感。そうか、あこの前もありましたね1回。確かに。ないか、俺いなかったわ。ほら、じゃあ3人ではないの。この3人で、あ、この3人であった、あった。そう、3人ではないな。じゃあ何言ってんだよ。今の面白いです。あったあった、そう、俺いないよ。4回連続このメンバーです、私。あ、マジですか。そっかそっか、うんうん、やった、楽しいですね。楽しいですね、はい、なんと来週もです。やった、マジで。この3人なんで、いいんですか、はい、いいんですか。皆さんお楽しみにということで、来週土曜日夜7時半にまたお会いしましょう。今夜のお相手はファンタスティックスのメグザイルトライブの堀夏樹と佐藤大樹と中島聡太でした。バイバーイ。バイバーイ。いや、サマーウォーズか最後まで。